なげさ山は、愛知県と田市と瀬戸市にまたがる、標高629メートルの山である。三河高原の西端に位置し、愛知高原国定公園に含まれている。山頂には、東海自然歩道が通っている。また、古くから山岳信仰、巨石信仰の場として崇められてきた山でもあり、この山で毒蛇に噛まれ亡くなったとされる、大津命の両母がある。 山麓には大薄命が祀られているなげ神社がある。山頂には一等三角点が設置されている。山頂まで行くルートとしては、主になげ神社から北上するルートと運行時から南下するルートがあり、そのアクセスのしやすさや難易度から愛知県における高尾山的なポジションと言われ、登山客は比較的多い。1962年には、 全日本空輸のビッカーズバイカウント機が、ふもとの国有林に墜落する事故を起こしている。山麓のさなげ神社の写像文書には、慶光天皇が伊勢国へ赴いた際に、可愛がっていた猿が不吉なことを行ったので、海へ投げ捨てた。その猿が、今のさなげ山にこもって住んだとされることから、さなげと呼ばれるようになったとされている。なナさ山の急上下崗岸12月。 三船石十二月黒雲も花崗岩の結晶が、球状で、菊の花の花びらのように見えることから、菊石と呼ばれている。さなげんの球状花崗岩の名称で、国の天然記念物に指定されている。オフナイシと読む。花崗岩でできており、祭神である、大薄命が乗ってきた船が、石になったという言い伝えがある。横から見ると、カエルのように見えることから、命名された。 なおこの石は古代の岩倉であったとも言われている。四角に切り落とされた岩が屏風のように重なっていることからそう呼ばれる。三角柱の形をしている岩。サバドから良質な陶磁器の原料を作るための水車。その昔、セット焼きの材料を作るのに使われていた。川口松太郎の小説を原作にした中村金之助主演の映画、獅子丸。 一平の舞台となっている。物語は天皇の楽園である主人公ししまる一平がさなげの山の神から武術を授けられて活躍するというものである。また、ラジオ連続ドラマ新諸国物語の舞台にもなっている。以下の源流となる河川は伊勢湾と三河湾へ流れる。ありがとうございます。